はい、皆さんこんにちは、みちです。今日もブログアップしていきます。はい、皆さんテレワークしてますでしょうか。そしてね、オンライン会議、あとオンライン飲み会とね、もう今巷では、そういったオンラインを使ってね、お仕事をしたり飲み会をしたりという風になっておりますけども、以前にもね、僕の方の動画で、僕のテレワークの仕方っていう風でね、動画の方アップさせてもらってるんですけども、その時にね、僕が使ってるカメラっていうのが、ミラーレスになるんですけども、テレワークやね、オンライン会議でもやっぱりこういう風に YouTube で発信してる身としては綺麗な映像でお届けしたいっていう風に思ってるので、こういった感じでミラーレス使ってるんですね。で、音声の方もクリアにね聞いていただきたいということで、コンデンサーマイク、今ちょっとこっちにねあるんですけど、コンデンサーマイクを使って集音したりとかしております。で、まあ普通にねオンライン会議する分には何ら問題はないんですけどもね、最近 YouTube ライブをしたりとかオンライン会議をしてる中で気になってることがね一個ありまして、でそこでね、それを改善する方法として一つ機材を買ってみました。こちらになります。じゃじゃん。はい、袋に入ってるんでね、まだ開けてないです。はい、 DC カプラーになります。まあ、ダミーバッテリーとも言いますけど、そうです、オンライン会議ね、やってますとミラーレス使ってるんで電池がねなくなっちゃうんですよ。はい、まあ、純正のもの使ってもやっぱり1時間半から2時間ぐらいの間で電池の方っていうのはやっぱ切れてしまうので、長時間のね会議だったりとか、YouTube ライブっていうのも画面がね切れてしまうんですよね。その都度こうバッテリーを取り替えてっていう作業をしなければいけなくて、それがねどうしても解決できずにいたんですけども、今回こちらの DC カプラ買ってみたので、これを使ってねバッテリーを気にせずに長時間配信、長時間オンライン会議などをねしていこうかなと思っております。じゃあ早速どんなものかっていうのをね、こちら見ていきましょう。はい、それではね開けていきたいと思います。よっ、じゃじゃんと。はい、あ、そうだ、あとね説明書も入ってました。しかもね日本語、ちょっとこれ面白いんで後で紹介していきます。はい、中身はこんな感じで袋がついてますね。こっちがダミーバッテリーになります。なのでミラーレスの方にこうカチャンと挿して、ケーブルがこんな感じで出てるので、これをここにつけて、でこっちはカメラで、こっちは USB に挿すという感じですね。で今回僕が選んだのは、普段からね、ミラーレスで使ってる FW50 っていう型になりますね。これをねいつもミラーレスに使ってるんですけども、純正品のものだと比較的時間も長く持つんですけど、サードパーティーのねものとか使うと若干ちょっと持ちは悪かったりするんですけど、まあ、問題なく使えてるので今もね使っております。なんですけどやっぱり長時間の配信には向かないという感じなので、こちらを買ってみました。じゃあこれ取り付けていきましょう。はい、ということでね、ミラーレスの裏側、このバッテリーの部分ですね、開けてこいつを差し込んでいきたいと思います。はい、開けてバッテリーを外して、このねダミーバッテリーをここにはめる。カチンと、でカチンとはめたら、ですね、これ閉じると一箇所こう出せる部分、ちょっと暗いな、わかるかな、一箇所ねこうゴムになっててですね、こんな感じでこことかね、こういう風になってるんですよ、ゴムにね。でこのゴムのとこからこのコードを出す、で蓋をする。ちょっとまだね新品なんで、あ、来ましたね。ちょっと僕のやつはまだ固めですけど、一応止めることはできました。本来はね閉めるだけでカチンとなるんですけどね、少しこうギュッとなってる感じはします。つきましたね。でこれを USB の方につけていくんですけど、ちょっとねここでね説明書を読んでいて、すごい気になったことがあったので、ちょっとお伝えしていこうかなと思います。はい、こんな感じでね説明書があるんですけど、親愛なる顧客、私たちの製品をご使用していただいて非常に感謝しますっていう風で、ちょっとねやっぱり日本語が少し不思議な感じにはなってるんですけど、一応日本語のね説明書がついております。で読んでいくと、あなたは電源バンクまたは USB 壁チャージャーまたはバッテリーパックまたは出力が2アンペア以上の電源供給物によって当社の製品に月の
カメラに充電するみたいな風に書かれてます。これを要約すると、モバイルバッテリーでね、充電しながら使うことができるよという風に書いてあります。なんですけど、まあ、2アンペア以上じゃないとできませんよってことなので、まあ、今のモバイルバッテリーでしたら2アンペアと5アンペアだったかな、はい、ついてるので、まあ、どちらも使えるとは思うんですけども、まあ、それ以下のものだとちょっと使えないので気をつけてくださいということですね。ここ非常に重要。あなたのパワーバンクまたは USB ウォールプラグまたは他の USB 電源の出力が2アンペア以上であることを確認してください。例えばコンピューターの USB ポートの出力は通常 0.5 アンペアを超えないので、コンピューターの USB ポートによってダミー電池に充電することは不可であると書いてあるので、まあ、この USB ついてるんですけど、USB 端子がついた充電器を使用することが、まあ、推奨されているという感じですね。で、ここでは容量ではなく出力について説明する内容であり、すなわちあなたのパワーバンク容量は1万2アンペアなのに出力は2アンペア、今の場合ダミーのバッテリーを適切に動作しない、加えてあなたのパワーバンクの容量に基づいてカメラの労働時間、例えば5000ミリアンペアまたは2000ミリアンペア、容量が多ければカメラの長い作業時間も長くなる。要するに大きい容量であれば長く使えるよってことを言いたいんですね。当社のダミーのバッテリーと最高の試合であるバッテリーの 100% の作業性能のためにアンカーのパワーバンクを推奨しますと、アンカー使ってくださいというふうに書いてありますね。で、下には、設置の方法が書いてあります。ステップ3、バッテリーユニットを締め、パワーケーブルをパワーケーブル出力を通じて貫いてくださいはい、皆さん貫いてくださいね。はい、じゃあ裏側を見ていきます。単一の USB ポート版を購入したならば、このステップに従ってください。以下の USB DC ケーブルを電源に接続する。以下の状況を考慮してください。カメラが作動しない。2、カメラが作業する。しかし、撮影し開始すると即時オフになる。こういう時はちょっと原因を探ってくださいということですね。アイテムの挿入後、あなたのカメラが死んでいるようであれば、以下のステップに従ってください。もうカメラ死んでたらステップもクソもないですからね。1. あなたのオリジナルバッテリー充電によって完全にあなたのオリジナルリチウム電池に充電してください。 2. リチウム電池を入れて再びカメラをつけてみてください。あなたのカメラが我々のダミーバッテリーが元のバッテリーでないと認めた場合、この状況は起こる。それであなたのカメラ保護モードをオンにしてください。私たちの製品はお使いのデバイスに損傷を与える可能性がない可能性がないって書いてあります。はい、説明書以上です。ちょいちょい不思議な解説でしたけど、面白いですねやっぱりね。はい、ということでですね、いつもこんな感じでライブ配信をしてるんですけども、パソコンがあって USB があります。で、先ほどは USB をねパソコンの方に接続しても2アンペア以下になるのでできませんよっていうことだったんですけど、まあ試しにねやってみようと思います。これをね USB につなぎます。はい、つなぎました。で、電源を入れてみましょうか。電源を入りましたね。こんな感じでね、今ちょ 94% になってますね。で、これがまあ減らなければ、使えるということになるんでしょうけど、ちょっと USB ポートの出力がね 0.5 アンペア以上にはならないっていうふうに書いてあったんですが、どうなるかちょっと試していこうかなと思います。もう本当にねこのまんまの状態でライブ配信してるので、これでね電池が少なくなっていけば自然と切れてしまいますし、ダメだったらやっぱりコンセント、USB のコンセントアダプターが付いてるものを使った方がいいということになるので、ちょっと様子を見ていこうかなと思います。はい、今ねちょっと 2,3 分ですね、様子を見てたところ分かりますでしょうか。ここはい 92% に下がりました。ということはやっぱり、パソコンの USB からね電源を取っても、そのまま通常通り使うことはできても充電することはできないという感じですね。なのでやっぱりよ、はい、抜くと切れますけど、こいつは USB のね充電アダプターにつけて、まあ、コンセントから充電するのがやっぱりいいってことですね。で、この後にですね、ちょっと僕オンライン会議の方が一件と、あと、まあ、YouTube のライブ配信も、試しでやってみようかなと思ってるので、それでねまたやってみて感想をお伝えできればなと思います。今ね、コンセントにつないで使ってるんですけども、バッテリーのね容量っていうのはやっぱり減っていってます。表示ですね、まあ半永久的に使うっていうのはやっぱり無理かもしれないですね。まあ、ちょっとこれで様子を見ていこうと思います。今ね1時間ぐらい経ちましたね。カメラをこの状態のまんま、
放置しているんですけど、どうでしょうか、バッテリーの方が 85% まで下がりましたね。ただまあ1時間経って 85% なので、まあ、減ってはいるものの、まあ、使うことはできるといった感じになってるんじゃないでしょうか。ただまあ半永久的にっていうのはやっぱり難しいかもしれないですね。もしかしてどっかのタイミングでバッテリーのね、この容量が止まるかもしれないんですけど、フル容量のまんま使うっていうことはどうも難しいみたいですね。はい。今ですね、時間の方が2時間ぐらい経ちました。バッテリー残量というか、この DC カプラーつなげている状態で 82% まで下がりました。ただ2時間で 82% なので、まあ、正直もう気にならないぐらいな感じですね。まあこれがね、24時間とかってなると、果たしてどうなるのかわからないんですけど、こんだけ使えればもう問題ないかなと思います。ほぼ半永久的に使ってるのとまあそう変わらない気もしますね。まあ4、5時間の撮影でも問題なくできるんじゃないかなと思います。はい。ということでいかがだったでしょうか。使ってみました。とりあえずね、問題なく使えたんじゃないかなと思っております。通常だとバッテリーでね、まあ1時間半から2時間ぐらい、持つんですけども、まあ、今回はね、とりあえずそれをクリアすることができました。なんですけど、まあ、やっぱりパソコンのね、USB から充電しながら使うっていうのはできなかったので、そこは少し残念ではあるんですけど、まあ、なんとかね、このダミーバッテリー、まあ、使うことはできて、で、なおかつ、こういったね、充電する用のやつ、これソニーのやつなんですけど、はい、こういった USB アダプターのついたコンセントのやつ、はい、これを使うことで、そのままね使うことができました。ただですね、こちらね購入して使おうと思うとこちらをね買わなきゃいけないという感じになってるので、その点だけね皆さんお気をつけください。これを買って、まあ、使うことはできるんですけど、永遠に使うことができるかと言われると、電池は減っていってしまうので、これを買うときは必ずこういったアダプターセットで、購入の方をしてみてください。僕もねもうちょっとこれ数が足りないので、今これそれこそ FW50 のバッテリーをね今充電してるやつを外して使ってるんですけど、これを使おうと思うとそっちを外して使うか、もう一個買わないと全部同時に使うことはできないので、またこれね購入しようかなと思っております。ということで、本日はですね DC カプラ購入して紹介してみました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではでは、ミッチーでした。バイバイ。